あ、着いた着いた。はい、エルカチャンネルのショーです。さて、今日の動画なんですけど、この間上げた動画覚えてます？最近の悩みってやつです。あれの続きになるんですけど、今日はちょっと車をですね、スズキのディーラーに試乗に行こうかと思いまして。そうです、スペーシアギアです。一応今日予約は入れていたので、スムーズには行くと思うんですけど、いやー楽しみですね。動画とか写真とかで結構見るのは見てたんですけど、やっぱり自分の目で見てみないと分かんないことって多いと思うので楽しみです。では行ってみましょう。YouTube とかの動画で何個かはちょっとこれのが上がってはいたんですけど、実物見ないと、はい、いいとこなくて、太陽の光があっても結構見えるもんなんですね。いや初めて乗る車はやっぱ緊張しますね。なのでやっぱりまあぜひですね、まあ車の購入ご検討もされて、ぜひやっぱ試乗はしていただきたいなというところではあるんですけど、なかなかですね、まあ、ちょっと緊張するかなというところ。そうですね、運転される方もいらっしゃる。でもやっぱ乗ってみないとですね。そうですね、という試着みたいな感じだと思っているところで、してで、なんですかね、やっぱ乗ってみたらちょっと違ったっていうのも。そうですね、やっぱりやるとそれがやっぱり一番ですね。買った後それがあると怖いので。そうですよね。今日来る途中に1台見ました、はい、これ。あ、本当ですか。はい。いやもう、やっぱりの、なんていうんですか、納車までがやっぱ時間かかりますか。そうですね、まあ1ヶ月から1ヶ月半くらいなので、やっぱり色とかによって変わってくるので。あ、なるほどですね、はい、その全方位カメラがありなしとか。あー、なるほど。日本の色ですと全方位カメラがあるのはすぐできるけど、ないのはすぐできないの、はい、そういったのが変わってくるので。なるほどですね。ターボまではいらない。そうですね。一応まあこれが多分なしにはなりますので。今ちょっと上りだったじゃないですか、はい、の時にああとは思ったんですけど、やっぱそこの感覚がですね、はい、でやっぱそういう上りの時のところでやっぱりもう破綻していただくのが一番ですね、はい、まあそう、ね、こんな感じですよね、ターボがあった方がいいような気はするんですけど、やっぱりこことこっちの感覚にはなってくるので、はい、中には最初ターボがいいなと思ってて、これぐらい走るならターボいらないかなって方もやっぱり中にはいらっしゃるからですね。そうですね、まあ、今乗ってるのと極端にサイズも違うからですね。そうですよね。あれなんですけど、まあ、別にこの多分なしならなしでもいいかなっては思います。後ろ開けてもらった。あー、なるほどですね。後ろからでもスライドができますので、荷物乗せるとき毎回前に移ったり移動していくことはなくなります。へえ、まあ、この材質になってるのはこれだけなので、他のタイプだとちょっと絨毯調に、はい、なってるので、まあ、汚れたものとか乗せた場合でもお手入れできしやすい。あ、なるほどですね、はい、あ、そっか。へえ、まあ、丸に倒すとここにもフラットになりますので、はい、面白い。
こちらだけミニテーブルですね。ドリンクホルダーあるようになる、はい、はい、使わないときはここでフックにもなります。何か物かけたりとか、ね、なるほどですね、はい、これのこれが結構なんですか、普通のやつよりも長いから。そうですね、ちょっとそこのまあ後ろ壁がある時なんかはそこちょっと注意していただかないといけないですね。結構燃費の方は、そうですね、型の部数って28ぐらいになるんですけども、やっぱり実燃費は7割ぐらいには7割になってくるのかな。あ、はい、じゃあもうどうですかね、20、まあ、本当言い方で20行くぐらいじゃないかな。行くぐらいですかね。はい、あとはまあやっぱりもう普段乗る距離、1回乗る通勤であれば通勤距離とか、あとはまあアクセルの踏み具合、エアコンの使い方とかにもって変わってくるからですね。なるほどですね。まあ、そこでやっぱり急発進、急加速なんか、急ブレーキなどがちょっと多い方は、やっぱその分ガソリン使ってしまうので。もう今乗ってるのがやっぱり、はい、まあ、ほとんどもう家と仕事場の往復なんですけど、はいはい、まあ、やっぱ月3万ぐらいガソリン代がかかっちゃう。で、まあ、遠出がしたくて、はい、ちょっとあれだとなかなか厳しかったんで、はい、で、まあ、っていう時ちょうどこれが、はい、まあ、なかなかの、そうですね、まあ、お値段もなかなかいいと思うんですけど、まあ、ね、まあ、もう正直なところ普通車、まあ、そこの青のタイプが5人目の戦略車種なんですけど、あ、はい、もうほとんど金額やっぱ変わらないぐらい、あ、普通車と軽の差があまりなくなってはきてますね。はい、いや今スズキのディーラーから戻ってきてるとこなんですけど、いやー久々にディーラーのところ行って、久々に車の試乗ですかやって、まあ、今回ちょっともう本気でちょっと車を買い替える方向だったので、試乗して、まあ要は自分の目でちゃんと見て、運転して結構良かったですね。想像していたよりも車自体は良かったです。まあ金額はですね、想像以上の金額になって200超えました。やっぱりどうなんすかね、200超えるってね、軽でね、普通車と変わんないもん。まあでも維持とかね、いろいろ考えちゃうとやっぱ軽の方がいいのかなとは思って、まあちょっとまだ悩み中です。まあそういうことで、とりあえず今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。